今日は西と成瀬が先発をしました。オープン戦1回の表、ツーアウトランナー2塁でヤクルト畠山タイムリーツーベースヒットです。初回に西が1点を失いました。立ち上がり先頭バッターを取ったんですが、次のバッターにフォアボール、あとチャンスを広げられてというそんな失点でした。1回の裏、ノーアウトランナー1塁2塁、かつ3番に入った糸井レフトへヒット、ミレッジ高一、この間に2点入りました。ワンアウト3塁でバッター小矢野、あきっちり仕事をしてくれました。そうですね、もうこの辺は本当にもうさすがっていうかね、はい、難しいボールですけどね、しっかりしてます。まあ、まさにイブシギンの活躍ですかね。本人も何かあの泥臭くやっていきたいという話をしましたけども、はい、2回の表チャンスに藤井ライト前ヒット、キャッチャー登録ですが、打っても結構いい働きをこのオープン戦、ね、楽しみですね、このしています。そうですね、3回の裏また小矢野、今度は2アウト1、3塁でした。センターへタイムリーヒット、成瀬から4点目です。4対2。4回の裏足立が登場します。2アウトランナー1塁2塁、なかなかうまく打ったんじゃありませんか。ましたね、フルスイングしてないですもんね、レフトフェンスへ直撃という足立のタイムリーツーベースヒット、5点目。好投手成瀬から今日5点取りました。成瀬は4回5失点で降板。7回の表、先頭の大引きレフトフライ、ピッチャーは3番手坂木原に代わっています。2番手海田も好投しました。続くバッター中村ショートゴロ、2アウト。続く荒木、これもショートゴロ。いやー、坂木原力通り、安定感ありますね。ありますね。8回は岸田です。岸田も先頭バッター西浦から空振り三振を取ります。ツーアウトになって川端セカンドゴロ、岸田も三者凡退にスワローズを抑えています。9回は佐藤達也、こちらも簡単にバッター3人で打ち取ります。まず3番のミレッジ、4番の畠山、5番の森岡、これで試合終了です。オリックスが最小、今日は5対2でスワローズを下しています。